はい、皆さんこんにちは。今日もバニッシュでやっていきたいと思います。前回ですね、人手がちょっと成長しないという感じだったんですけど、現在も今は成長してませんね。39人ですね、合計。多い時だと44名まで行っていたので、ちょっと高齢化社会が進んで少子化なのかなっていう気がします。家を見ても67歳とかですね、68歳、もうすぐお亡くなりになるかもしれない60歳以上が結構占めてるので、これがどうしたも、この73は結構いってますね。81、ここら辺とかちょっとやばいかなと思っています。まあ70歳ここにもいますね。どういう感じで人の、若返りを図ったらいいのかわかりませんが、まあとりあえず資源とかたくさんあるので、まだ建ててないのを建てていこうかと思います。トレードのやつを作ってないんですけど、どうしようかな。トレードを作りましょう。結構広めですね。交易場はどこだ？クレーンがあるので、やっぱりか。海辺のところかな。に作っていきましょう。ここだと作れますかね。ここ入るかな。ここ入るので、ここにしていきましょう。よし、しっかりと道も引いていきます。よいしょ。またなくなったのか。岩に挟まれて死にました。石の事故多いな。そして、すごい人減ってますね。やばい。働き手がいないのが問題ですね。これどうしよう。そして食料が。食料がめちゃくちゃ減ってる。これはまずいぞ。あんなに5、6000いつもあったんですけど、人口減ってる割には、食料だけやたらと減ってますね。これはまずい。なんでだ？なんだなんだなんだ？食料がなくなってきたって言ってますね。まずいぞ。いつの間にか食料がなくなってます。しっかり見落としてましたね。また農場の方作っておきましょうか。15×15 だっけな。これが限界なのでこれを立てておきましょう。で、ここはこっちで豆なのでキャベツを作っていきたいと思います。いや、意外と食料がえらいなくなってるな。なんでだろう。よし、できたのでここはキャベツを作っていきたいと思います。いやー、何も変わってなくて人口もむしろ減ってるはずなのに、食料が足りないのはなんでだろう。生産量が減るのかな。収穫量が減ってるのかもしれませんね。どうなんだろう。栗。そこら辺度がちょっと謎ですね。人口の方は微妙か。38だからちょっと足りないぐらいですね。食料がやばい。あとちょっと。さあ、どうしよう。すぐにでも欲しいんですけど、このままだと、冬ですね。冬を迎えると、作物取れなくなりますので、ここにハンティングロッジを作っときましょうか。こっち側にもあったんだっけな。ハンティングロッジを作って少し様子を見よう。ここにしようか。魚を釣るやつでもいいかなっていう気はしますね。とりあえず、まあいいや、ここに作って、冬でもちゃんと食料が確保できるようにしましょう。なんで急に、食料が足りなくなってきたんだ？困りましたね。さあ、とりあえずこんな感じで進んでいます。人口の方が38名であまり変わってはないな。よいしょ、これ、ハンティングと、ここのトレードのやつも人が必要なのかな。人が必要だった場合はかなり厳しい感じですね。木こりを減らすしかないか。あとは石があるので、石の採掘の人を減らすかですね。こう、事故起きて死ぬ確率も結構ありますので、気をつけないといけません。さあ、どうだろう。80歳の人はどうなったんだ？もういなくなっちゃったのかな？ 77 歳がいますね。ここ若い。72、結構
高齢化が進んでますね、やはり。お墓の方はどうだろう？まだ余裕があるかな？結構いっぱいいっぱいだな。また、作っとかないとダメですね。畑の上が空いてるので、畑の上に作っとこうかな。そういうのも何か影響するのかは、わからないですね。あ、ちっちゃいって言われるな。結構ちっちゃいって言われるな。最低でも、どれぐらい必要なんだろう？面積的に。ああ。幅が必要なのか。ちょっとここは諦めましょう。よし、畑のところに道を作っておくか。まあ、多分食料ですよね、これ。食料の備蓄があとわずかということで言われてます。あ、トレード場がちょっとできてきたぞ。こっちの方も資材は運び終わってるので、あとは建てるだけですね。あ、人口が40人まで戻った。ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しいけど、まだこの高齢者がいるので、いつ亡くなるかわかりませんので不安ですね。78歳か。まあ、とりあえず世代交代するまでは厳しそうですね。さあ、食べ物がなんかわかりませんけど、めちゃくちゃ減ってます。あ、なんかハテナついたぞ。イベントリー？イベントリーってことは、あ、やっぱ人がいなくなっちゃった。石を取るのを諦めて、どうすんだ？ 3 人。狩人が3箇所じゃなくて、人が足りないんだよね。人が足りないのか、困ったな。オフ、氷を減らすしかもうないですね。あ、また減った？なんでだ？働き手がいません。家が遠いとかなんですかね。まあいいか。とりあえず保留にしとこう。で、ここ、あ、ここも働き手が必要なのか。まあいいかな。こっちをちょっと減らして、こっちを一人にしましょう。こっちは働き手がいなくても大丈夫。イベントリがあって、自動購入。購入はどうなんだろう？物々交換なんですかね。お金のやつがないのでそういう感じなんでしょう。で、こっちに蓄えておけば少し、あれなのかな？お金代わりに使えるという感じなんですかね。ちょっとわからないので、少し入れときましょうか。100。これを100入れろということで、あとはなんだ、この薪がめちゃくちゃ余ってますので、薪。これはどれぐらい入れよう。3600もあるから2000ぐらい入れとくか。あとはツールが100でしょ。あ、鉄はないんだ。鉄はほとんどありませんので、こっちだな。こっちの工房100入れときましょう。こっちはなくていいや。返してもらおう。あ、やばい、食料がなくなった。食料がなくなったぞ。ついに食料がなくなりましたね。これやばいぞ。大工さん減らして、食料ですね。ちょっとギャザラーとか増やしておきましょうか。ギャザラーと、農民は仕方ないから狩人を増やしておきましょう。やばい。食料がなくなった。あ、でもここら辺にまだあるかな。ないな。もうどこからもなくなってしまったのかな？いや、やばい。なんでだ？急になくなりましたね。まだ家の方には食べ物があるのでギリ大丈夫でしょう。豆の収穫も始まりましたね。なんとかギリ大丈夫みたいです。あとはなんだろう？余ってるのは石、ツール、石炭か。石炭も少し出すか。まあこれが正しいかどうかもちょっとわかりませんけど、とりあえずまあこんな感じで何か取引できる材料を置いとくんだと思いますので、置いときましょう。ああ、人の方がちょっとやばいな、これ。この人が一人身の人がいるのがちょっとまずいのかな。これをぶっ壊しとくか。できるだけこれ二人で住まないといけない感じなんですかね。施設の撤去。一人身は減らそう。この人も一人身だな。
どうなんだろう、これでいいのかな。よし、まあとりあえずやるだけやってみましょう。またやった後で考えよう、独り身対策は。この人のところに入ればいいんですけどね。2人、この人も1人か。特にどこに入ったのかはわからない感じですね。これも壊しておこう。とりあえずか、みんな複数で住んでもらいましょう。よし。あれ、家がないって言われてるな。これはやばいぞ。ホームレスが出てくるやつか。ホームレスが新しい家には入らないのかな。あ、やばい。これ、中止だ、中止。中止しないとまずいな。よいしょ、中止しましょう。あ、これでホームレスはなくなった感じかな。よいしょ。あ、ここに入りましたね。高齢者の夫婦だけど。まあいいか。そうか、家をちょっと甘く考えすぎて作りすぎましたね。これきっと独り身になった場所はいけないのかな。うん、それはダメみたいなので、このまま行きましょう。さあ、これで人口40人、なんとか増えてるような気はしますね。食べ物がそしてない。気がするだけなのでちょっとピンチですけど。やばいな、食べ物が全然ない。もうすぐ春なので農民を増やして、少し、あ、やばい、食べ物マークが出ちゃった。安定したと思ったんですけど、実は安定してなかったですね。ああ、なんだよ。食べ物の収穫量が減るとは全く思ってませんでした。やばい。これどうしよう。間に合うのかな？狩りでやったところがしっかりとなってればいいんですけど、狩りよりギャザラの方を優先した方がいいかな。ギャザラの場所を作ろう。あ、人死んだ。なんで死んだんだ。あ、野生のイノシシに殺される。そんなのあるのか。これハーブ小屋でしょ？ギャザラはどれだっけ？これか。野草、うん、イチゴとかを取るって書いてありますので、これにしとこう。こっち側がまだ空いてるので、ここら辺に立てて、収穫してもらいましょう。食べ物をなんとかしないと、やばいぞ。ここ運んで、運んで。イベントリの方に運んでくれないとまずいですね。やばい、お腹が空いてる人がいるからな。あー、足りない。かなり足りないぞ。なんか補充されてもすぐなくなりますね。よし、あ、なんとかなったかな。ハテナはなんだ。あ、働き手がいないのか。死んでるのか。2人死んだな。あ、餓死した。餓死した。餓死しちゃいましたね。まあ、一回とりあえずこれで様子を見よう。もう人がいないですね。あ、なんか船マークついたぞ。行商人が交易所に到着しましたということで。どれだ？発注？自動購入、交易、これか。かぼちゃ、羊毛の方と魚ですね。かぼちゃ、費用1。これちょっといっぱいもらって食べ物補充しようか。薪が意外と4なのでいいですね。薪をちょっと、あ、やべやべやべ。こんなにいらなかった。400。どうしたらいいんだこれ。100単位とかじゃないといけませんね。300なので82とかあればいいかな。328足りない。13で2だから、足りないな。84でいいか。まあ、これで交易しましょう。これは一気に行ったのかな？まだなのかな？発注処理の場所なんですかね。あ、注文するとかあるな。これ種いけるのかな？羊毛、羊。羊が欲しい。羊が欲しいけど、そんなのはないのか。動物はないぞ。動物がない。じゃがいもの種を発注しときましょうか。あ、小麦の種の方がいいか、それよりも。小麦の種にしましょう。小麦の種をできるだけ早く交易できるようにしたいと思います。食べ物、これ回ってきたかな？人口が9の33。めちゃくちゃ減ってるぞ。あ、飢え死人が始まったのか。まずい。まずい。
これはまずいですね。思ったよりも大変なことになりました。大工さん減らして、とりあえずこれで様子を見よう。人口が減りました。これはもういい。空きなんてそんな切ってる暇はないし、食料をなんとかしないといけませんね。あんなに余裕があったんですけど、いつの間にか余裕がなくなってました。マジか。さあ今はもう収穫してるのでだいぶ大丈夫そうですね。食料の方は、食料の方は大丈夫だけど、人が気楽に死にすぎて困ったぞ。まあ仕方がない。ここから立て直せるかが問題ですね。家の方に空き家があるぐらいで、一人の家はいない感じかな。まあ大丈夫そうですね。あ、一人者が増えた。人口増えたからかな。9、13、38、38人までまた戻りましたので、なんとかなると思います。薬のハーブを取る人を一人増やそう。よし、これでなんとかなるかな。食べ物も徐々に増えてはいますね。うん。ちょっとどうなることかと思いましたが、少ない被害でなんとか抑えられたような気がします。さあ、ギャザラー増やしたのが良かったのかな。そして墓がそろそろやばい、いっぱいですよね。少し増やさないとまずいかな。お墓空いてる場所に作りましょう。よし、ここの鉱山の近くに作っておきましょう。10×10 ぐらいでいいかな。よし。大工さんがいないので多分作れないのか。冬は農民を解雇していいのかな。どうせ冬、あれですよね。働かないんだから農民を、あ、ダメか？増やしといてもいい気もするんですけど、ダメなんでしょうか。こちらは一回試してみましょう。また春になったら戻すという形で、来るまで大工さんとして働いてもらいましょう。さあ、とりあえずこんな感じですね。います。あ、ちょっと減ってるな。32人 ?38 か、今。困ったな。これ、今回の放送ですね。始まった時と人数は変わってませんね。どうしよう。あ、春になった。ちょっと止めよう、一回。これをプラスに考えるべきなのか、人数死んだけど戻ったよと考えるべきなのか、まだ、人口が足りないと考えるべきなのかわからないですけど、とりあえずこれは良しと考えて、人口が戻ったぞということにしときます。さあ、あとはなんだ、取引の人が来た時じゃないとダメなのかな。薪まだあるな。ツールは運んでないのか。ツール100。これ銅のツールはどうなんだ。貯蔵してあるのは何のツールなんだろう。鋼のツールですよね。運び手がいないのかな。運ばれてませんので、10、0ですよね。あ、そしてなんだこれは。あ、移民してくる子がいる。移民。受けましょう。やった。家が3つ足りないって言われましたね。あれ、空き家を埋まっちゃったのか。空き家が埋まりましたね。よし。まあでも全然問題ないですね。家ぐらい建てればいいんですから。これで30の44人か。45人だ。あった。人がいっぱいになりましたね。ちょっと増やしていこう。ああ、移民制度いいな、これ。町役場もっと早く建てるべきでしたね。あ、やばい、食料がまたなくなってきた？なんてこった。よし、ここであれだな。魚釣りを建てよう。魚釣りをここら辺に建てましょう。ギリギリのところかな。よし、ここに建てておこう。よし、食料が、なんでだ？食料が一気に減り出しましたね。なんでだろう。
他に足りないのは、食料以外では、石炭か。ちょっと交付を減らしたので、ないんですね。ツールは鍛冶屋がいないか。最低限のこんな感じで今進んでますので、これで進んでいきましょう。という感じでちょっと人数が減ってますが、移民制度があったおかげでちょっと持ち直しました。今後どうなるかわかりませんが、食料をもう一回重視して考えて進めていこうと思います。それでは皆様ありがとうございました。